日吉駅に戻ってきました。こちらの方の駅なんですけども、先ほど日吉駅を出たところの、目の前の河川なんですけども、こちら上流の方をずっと行ったらですね、ちょっと待ってくださいね。まあ途中で、まあ、池のようなものがあってと、まあ、それで、まあ、ある程度の、水が流れてきてるんだと思います。でそれからですね、このまま、山陰本線をですね、登っていきまして、登るというか、まあ、あの上りと下り、都市部の方へ行くことを上りと言いますけども、まあまあ、あの上りというか下りというか、まあまあ山を登るという意味では上りだと思うんですけども、まあ、ちょっとあんまり細かすぎる話は置いといてですね、まあ、列車が、この辺りに出てきて、今度大野ダムというところですね。で駅が、まあ、和地という駅がありますので、まあ、こちらで下車して大野ダム、まあ、奥の方はもちろん行きません。これはもう車がないと無理だと思います。で、まあ、三代目スケバンデカ、まあ、昔スケバンデカというドラマがありましてですね、この間一代目の斉藤由貴さんらしき人が夜の買い物の帰り道に左の方から車で現れてですね、僕をちょっと引きそうになって、まあ、慌てて謝るということを何回かしてるんですが、まあ、昔会ったことあると思います。まあ、1998年か親戚のうちかですね。でその次の、スケバンデカ3代目の方ですね、南野さんでしたっけ、ちょっとはっきりとは覚えてないんですけども、まあスケバンデカとしてドラマに出てるとき、わちわわちわって言ったんですよ。ここのことなんですね。3代目スケバンデカの人は、兵庫県出身の人なんですけども、で、まあ、この大野ダムのところからがこう裏側なんですね。で、まあ、こちらもある程度、もう電車で移動しながら、まあ、河川を撮影するような形で、進めていきたいなと思います。まあ、いくつか、まあそうですね、大野ダムからですから、まあ、いくつか、大野ダムを撮影した後、まあ電車に乗りながら、まあ、ポイントはここの、まあ、合流河川などですね、ここと合流するところに、まあ、次の水門を、設置できそうかどうか、まあ、こちらの方が左手の方が下流になっていくんですけど、日本海の方に、抜けていきます。で、だから僕の子供の頃からその河川水門回式ダム発電の話をしていたっていうことを、ご理解していただけるかと思います。で、まあ、綾部市、まあ、この辺りも合流河川があるので、まあ、途中下車をするかどうか、まあ、電車もなかなか1時間にこの辺りも、1本ぐらいですので、基本的に、まあ、途中下車をしてどこか食事をしてまた、電車に乗ってと、まあ、こういうような形で、まあ、この由良川に関しても、まあ、どこまで撮影しに行くかの分もあるかと思うんです。もうこのまま、こう行くと日本海なんですよ。ここまで行くと舞鶴市で、日本海、もうこの辺りに、自衛隊の、この舞鶴港のこの近辺だったと思うんですけども、自衛隊の、まあ、基地があって、まあ、昔泊まってる、まあ、自衛官の船で、まあ、確認したんですけども、ちょっとこれもね、列車が一応、まあ、こういうふうな描き方をしているしましま模様が、JR なんですけども、それとは別にこういう、線路もあるんですが、これ、まあ、KTR 宮福線と読むんですかね、ちょっと読み方よくわからないんですけども、こちらを行っても由良川の下流の方には行かないんですよ。だからもうとりあえず由良川の、福知山線の、まあ、この福知山高校とかこの辺りまで、来て撮影して、で、まあ、帰ろうかなと。まあ、こちらの方から、
待ってください、交通費もだいぶかかってるんで、どうすれば節約できるかなと。もうこの竹田川っていうのが、実は氷上の方からこう由良川の方に合流してくる河川なんですよ。だからまあこちらから福知山の方から行こうとすると、今度上りみたいな形になる、福知山の方から行くと多分上ってくるような形で、撮影するような形になると思うんですね。まあどのように移動しようかというところでもあります。田舎の方なので1回下車したら次電車が1時間後とかで、まあ、大野ダムの撮影に行くにしてもですね、ちょっと待ってくださいね。大野ダムの方を撮影一度下車して、まあ、歩く距離もそこそこあるとは思うんです。まあ、和知駅縮尺が、まあ、2キロで、普通のページはこれでこれぐらいの範囲で1キロなんですよ。だから、1キロのページと比べて、倍ぐらい距離があると思っておいた方がいいんですね。ですから、まあ、片道、まあ、道も蛇行してますからね、大野ダムまで6キロぐらいはありそうですね、片道。まあまあそこそこ、だからこれね、1時間に1本だと、その次の電車に間に合うかっていうとなかなか難しいんですよね。1時間で行って帰ってこれるかって言いますと、まあ、その次の電車になるとすると、もう福知山の方に、綾部市の方に向かう時間帯が、結構な時間帯になってくると、まあ、こういうふうなことなんですよ。まあ、あんまり話をしていてもあれですので、電車に乗って、撮影したいと思います。まあ、まだ、56分までだいぶ時間あるんですけども、一旦ここで、お願いします。ちょっとまだ時間がありますので、電車に乗りながらの撮影で、ちょっと、ポイントを言っておきます。この下山駅という駅のあたりですね、まあ、日吉駅から、いくつか、まあ電車先進んできたところにあるんですけども、この途中のこの河川、こちらの方の河川なんですけども、まあ、上流がこうありまして、複数の河川が合流してきてと、まあ、こちらの方なんですけども、この河川が、大野ダムのところの出先の河川と合流するんですね。それが、こちらです。で、先ほどの和知駅というのもこちらで、まあ、こちらの河川も、まあ、それなりの大きさはあると思います。で、まあ、最初に多分水門を置くとしたらこの辺り の、 その合流するところがポイントだと思います。で、まあ、こちらの方、上流の方が、まあ、次どの辺りに水門を設置するかということになってくるんですけども、それはまあ、今回の撮影ではいきません。まあ、今まで言ってきた内容のところを、まあ、淀川水系として、先に完成させたりだとか、こちらの方でしたら、まあ、由良川ということになってきますので、まあ、要するに工事を行う業者さんからの距離ですね、まあ、大体現場に重機置いていって帰るので、まあ、みんな電車通勤していただいたらいいと思うんですけども、まあ、由良川の方は最初の門ここということで、まあ、まず間違いないと思います。で、まあ、こちらの方と、まあ、こういうふうな横から来ている河川のところ、各ある程度のところまで、まあ、水が溜まってくるような形になるんじゃないかなと思います。まあ、現場見に行かなかったらなかなか分からないところあるかと思うんですけども、例えばこちらの山だから、まあ、形状を見てみなきゃ分からないんですけども、これ一番高いところで 173.9m で、こちらの丸山は 231.8m ということなんです。で、まあ、高低差がありそうな気配はあります。ただこちらの山の方が単に大きいだけとか、そういうこともありますので、まあ、とにかく現場行って撮影しなかったらわからない部分もあるんですね。
ということで、電車に乗ると、まあ、一番最初のその河川、まあ、どこに注目するかというところで、下山駅の、駅に到着する手前のところのこの河川ですね、これがまあどれぐらいの大きさの河川なのか、まあ、どれぐらい水が流れているだとか、まあ、途中からもまだ合流してくる河川とかもありますので、まあ、大野ダムの方の、あの合流する頃には、まあ、かなりの大きさの河川になっているのでは、それなりの、かなりというか、まあ、それなりですね、それなりの大きさの河川になっていると思います。一旦は以上です。町駅を下車して、まあ、大野ダムに向かっていて、まあ、あちらに河川があるんですけども、まあ、途中で老朽化した廃屋はある程度見受けられたんですけども、ちょっと撮影しようかなどうかなというところだったんですが、あんまりにもものすごいところが現れますので、家の中まで生えてますね。こういうの結構あるんで、かなりの廃屋が、その前の日吉ダムの下車したところから日吉ダムまで歩いて行くまでの間でも、老朽化した家屋何軒か、見受けました。廃屋ですね、完全に、解体対象の、まあ、そういったところも、まあ、あまりにもすごかったのでちょっと撮影しておきました。大野ダムに向かってるんですが、まあ、こちらも放置されている建物だと思われます。まあ、今大野ダムの方へ向かっている途中なんですけども、あちらの方から歩いてきまして、大倉という名前の、地下に潜る歩道がありまして、まあ、こちらの方へ、渡ってきてるんですけども、こちらの家も多分、放置家屋だと思われます。あとはまあこちらもそうなんですけども、それと今ちょっと先ほどから雨がパラつき始めてきたんですけども、まあまあ、ここは京都府ということで、私の祖母の、生まれ育った、都道府県でありまして、子どもの頃、13時ぐらいに、雨を降らせてあげると、夏場の暑い時に、
まあ、日中一番暑い時間帯が13時ぐらいと、されているんですけども、まあ、子供の頃に話した通りですね。ここは京丹波町、市場という標識のところです。もうすぐしたら、先ほど撮影した河川と合流するところに来るかと思われます。あちらの方に、河川があるんですが、まあ、途中の、河川の両サイドに、まあ、相変わらず竹やぶとか枯れている竹とか、たくさんありました。まあ、こちらの方もああいう風に転がっている竹とかですね、まあ、いくらでも蒲田発電はこの辺りならできるなっていうのが、まあ、十二分にわかるかと思います。まあ、こちら耕作放棄地なんですけども、まあ、あちらの家屋を見ると屋根もああいう風になってまして、まあ、道路というところですね。まあ、近くに中学校があったみたいですので、そこで蒲田発電を作って、まあ、先ほどから撮影していました、老朽化した家屋解体して、まあ、蒲田発電係員をつけてということをですね、職業にしていただいて、この辺りは京都の山奥で、もう日本海にだいぶ近くなってきてますから、まあ、5月ぐらいまで蒲田発電したらいいんじゃないでしょうか。まあ、あちらの家屋もそうなんじゃないですかね。多分放置してる家屋だと思われますよね。思われます。まあ、あちらもそうだと思います。まあ、こちらも耕作放棄地のように見受けられます。あちらの家は立派なんですが、まあ、都市のうまい活用の仕方ですね。もったいないですね、耕作放棄地。蒲田発電プラスその農業で十分に、食として、通用すると思うんですが、あとはちょっと気になりましたので撮影し始めたんですが、こちらも放置されてる建物のような気がします。まあ、倒壊の恐れはなさそうですけど、なんとなく次のあの建物もそのような気がしますね。まあ、訂正、そのような気がします。まあ、この辺りでしたら、その中学校とかだけじゃなくて、一軒家で、まあ、先ほど立派な家がありましたが、そういった方たちで、自宅でも蒲田発電を行って外電で稼いでいただいて、で、まあ、誰かがその学校の係員として、まあまあ、1週間は7日にも住んで2人体制で蒲田発電を行ってもらったらいいんじゃないでしょうか。夜のある程度の時間帯ぐらいまで、発電すると、そういうような形で、まあ、週3日の方と週4日の勤務の週、まあ、交互に繰り返したりですね。まあ、けど車だけは本当にたくさん通りますね。本当に、まあ、政府の人たち、見ていただきたいですね、今度は。関西電力和地発電所というところがあります。ということは大野ダムで発電をしている可能性が高いと思われます。まあ、何か水門のように見えますが、もしかしたらもう大野ダムのところに来たのかもしれないですね。ちょっと地図等で、まあ、確認してみます。これが大野ダムだと思われます。自主発掘そうだと思います。ちょっと戻ってですね、電車の中から、撮影していました大野ダムの出口のところから、
この出先の河川と合流する地点、そちらをちょっと探しに行ってみたいと思います。あとそれとですね、先ほど言ってた話ですけども、雨に関する話ですけども、そうですね、おばあちゃんが言ってたのはその後、多分あんたが撮影しに行かなあかんから、あんたが行った時に雨降った方がええんちゃうかっていう話でした。まあ夏場に、まあ、撮影に行ったらということですね。まあ、子供の頃にも、離れたところの撮影を夏場にした方がいいんじゃないかと。まあ、移動するときは電車に乗ってる時間が長い方が、まあ、エアコンが効いてと。まあ、そういうふうなことを子供の頃に、まあ、話してました。だから、その、河川水門開閉式ダム発電のことに関しては、もう子供の頃から、私が小学生の頃から、進めていた、もうこれはもう絶対間違いないです。あ、それとスケバンデカの人の話なんですけども、その自分のことをわちわわちわと言ってたんです。だからそのまあ順番にその交通費、どのようにすればあまり使わずに、撮影ができるかというところで、日吉ダムまで行ったのならそのまま、大野ダムを撮影して由良川を撮影した方がいいんじゃないかと、まあ、そういうような話をしてました。高低差調べるためにもう一度撮影しておきます。先ほどもある程度、それなりに登りましたと。まあ、この地点に来るまでに、まあ、それなりに登ってますと。まあ、河川が合流したところに、その先に、開閉式ダム、もしくは、石井ダム、ミニ石井ダムのような、ダムを作りましてですね、大野発電所の、その排水する時の水力発電の邪魔になるかならないかの水位のところをちょっと見極めたいと思います。今、まあ、戻ってきてるところなんですけど、和地中学校前と。ということで、この近くに、中学校があるようです。ちょっとまあこちらのショップ村高さんの近くにですね、下がもしかしたら農業地帯かもしれませんので、一応見に行っておきますね。その水没した時どうこうという話とかもありますので、一応その石井ダムのようなダムを作って問題ないかどうか、まあ多分放棄されてるような状況だとは思うんですが、あとまあ回収すべきものは回収してという形になってくるかと思います。発電のため上流から急に川の水が増えることがありますから十分ご注意してくださいと、こういうことです。まあ、間違いなく発電してますので、まあこういうふうな枯れてるだけ本当にものすごい数があります。あちらも河川の底に降りてこれるようになってますね。合流しているところはもう少し、下ったところだと思います。まあ、特に見渡す限り畑らしい畑も見当たらないので、まあ、高さが今あちら、鉄塔の高さがありますので、まあ、海の底から、海じゃない、訂正、川の底からしたら、まあ、5メートルといった、まあ、5メートルぐらいまでなら十二分に、水に浸からないぐらいの高さで、もう少し下流であれば、6メートルとか7メートルまでの高さでもまあ大丈夫だと。まあ、こういうふうな形になってくるかと思います。で、それぐらいの高さがちょうど良いような気がします。そこそこ、下ってきてますので、まあ、河川の方がね、見えませんので、どれぐらい河川が下ってるのか、横からまあ、少しずつ見えるところで、まあ、ある程度の傾斜があることは確認できてるんですけど、まあ、高さは実際、水、水位、例えば、その先に、石井ダム、ミニ石井ダムみたいなものを作って高さ7メートルぐらいでですね、それで満水にしたとき、どれぐらいのところまで水が来て水力発電の邪魔になるかならないか、排水溝の位置が見えてないんですよね。結局のところ日吉ダムみたいにある程度上のところに排水溝があるんだったら全然問題ないんですが、
こちらが先ほど言ってました大倉という、ところです。あちらが綾部市で、そちらのところがですね、地下に潜って、あちらから出てくると、まあそういうふうな形で、まあ、近くに高速道路があって車の交通量はそこそこあります。あちらの方ですね、高速道路の折口、こちらかな、まあ、この辺りにあります。この近くに、多分あれですね、標識がありますので、あちら、和知駅です。JR の高架なんですが、こちら河川の幅がありますので、まあ、あちらの方が、河川合流してくる河川があるはずなんですが、まあ、そちらの方の道を歩いていけば発見できるかもしれないんですが、まあ、そこそこ距離あります。で、時間がちょっと押してきているので、どちらにしても石井ダムのようなダムを設置するのはこちらにしましょう。河川の幅がありますので、ここなら絶対大丈夫です。河川の底に転がってる石とかをかき集めて、作ると、まあ、基本的にそこにプラスで、コンクリートなど、まあ、そういうふうな仕組みですね。詳しくはホームページ YKSK の出来の、YouTube 一覧表自然再生可能域河川水門開閉式ダム発電、あと、まあ回転扉、まあ、地下水流ストレートトンネル回転扉式という文字も記載してるんですが、そちらの方にアクセスしていただいて、その石井ダムやミニ石井ダムのような作り方というようなところを見ていただいたら、まあ、排水溝の形をどういうふうにしていただきたいか、それがはっきりと記載されています。で、この河川の幅とこの水量でしたら、まあ、放水があるにしても十二分に、大丈夫かと思われます。まあ、5メートルかける5メートルもいくつか作れると思いますので、川幅、まあ、50メートルほどありそうですので、まあ、全然大丈夫だと思います。あちらが先ほどの河川なんですけども、あちらも多分廃屋だと思われます。こちらの並びも、何軒か廃屋だと思われます。あちらの方が和知駅です。こちら綾部福知山方面なんですけども、現在時刻14時前なんですけども、14時台に電車がないようです。和知駅ですが14時台、電車ありませんので、だいぶ先の駅まで歩こうかなと思います。まあ、たまに河川を撮影するような形で、先ほどの場所に、まあ、設置するわけですから、河川の傾斜ですね、どれくらい先に、次の河川水門開閉式ダム発電を設置するのか、もしくはミニ石ダムのようなものを設置するのか、まあ、もともと地図で説明していた通り合流するところになってくるかと思います。あと目の前の建物も多分廃屋だと思われます。あちらの方も多分そうだと思います。ちょっと前昼ご飯食べようかなと思ってたんですけども、今度は14時から、プロ野球の試合等もありますし、まあ、場所は場所ですので、ちょっとまあ、とにもかくにも、まあ、進んでいこうかなと思います。せっかくですね、あちらの方が和知駅なんですが、こちらの方も、廃屋です。まあ、歩きながらなので、見かけたら撮影しようかなと思います。ちょっと放置しすぎだと思いますね。まあ、行政の皆さんも手が回ってないんだと思いますが、まあ、早め早めに対応しなかったらこれ後でもっと後の世代の人たちが不利に立ってしまいます。あとこちらの建物そうだと思います。一応、まあ、私が撮影したところ金属回収地点だとか、行政の方動いて、対応してくれてますので、まあ、あちらもそうでしょうね。周りの木の草の覆い方を見るともう多分そうでしょう。こちらの家も多分そうですね。まあ、次の家、あ、じゃあ、訂正です。次の駅目指して、
歩いていると、そう思ってもらったらいいです。まあ、あの河川沿いを、歩いていると、まあ、こういう形です。多分こちらもそうだと思いますね。まあ、あちらも壁に穴が開いてます。まあ、限界集落という言葉ありますけども、結構立派な家もたまに見かけますので、ね、あたりだとか、なんかまあ一部家がこうほったらかしになってるという形で受け止めていただいたらいいんじゃないかなと思います。こちらには、町小学校という立派な小学校があります。まあ、こちらも係につけていただいて、かまど発電、まあ、周り山に入っていけば、木はたくさんあるでしょうから、あと向こうが河川なんですけども、その両サイドに枯れてる竹とか、流木とかもあるでしょうし、まあ、先ほどあった中学校のところと、町駅ぐらいを境目にして、まあ倒木拾っていただいたりしたらいいんじゃないでしょうか。であちらはまあサービスステーションガソリンスタンド JA さんのがあったんですけれども、まあ、そこも倒産して放置されている状態ですね。こちらなどもそうだと思われます。鈴木整備工場だったんじゃないでしょうか。雨水ダムを、みたいなものを設置するのを、提案していた、地点からですが、まあまあ、それなりに、まあ、高低差、あるところまで来ています。周りの景色はこういうところなんですが、まあ、間のところもちょっと撮影してないんですけども、まあ、歩いてきた道で、まあ、だいぶ下ってきたっていうのがありますので、まあ、まず間違いないと思います。こちらもかなり老朽化してますね。放置してると言っていいと思います。で先ほどのところなんですが、まあ、落差が1メートルから 1.5 メートル、まあ、2メートルはなさそうです。まあ、あちら、水の流れなんですけども、まあ、さらにあちらの方で、こう、傾斜がついている分、まあ、右手と左手に分かれているといった形ですね。あちらの方に傾斜があって。まあ、1.5 メートルぐらい見ておいてと、まあ、いうところですね。まあ、あちらもそうなんですけども、結構水、傾斜ある程度ついてると思います。先ほどのブルーの橋がこちらですので、あんまり距離まだ歩いてないんですよ。先ほどの撮影した地点と。まあ、次の駅は、まあ、この橋を渡ったところぐらいで、先ほどの和地駅からそんなに離れていません、次の駅は。まあ、もっと先の駅まで歩いていこうと思っています。河川が合流するところの場所まで歩いていこうかなと思っています。なんせ14時台に電車がなくて15時30分ぐらい32分かそれぐらいに豊岡行きが来てますので、まあ、もう少し先の駅ではもう少し後の時間帯になってきますので、まあ、できるだけ前進しておいて、まあ、正直交通費浮かせたいところですね。金銭的に限界近くに来てますんで、一応今日由良川の一番最下流の日本海のところまで行ってみようと思ってるんですよ。で、まあこの辺りが先ほどの大野ダムの近くのところの、場所が、まあ最上流にほぼ近いところですね。あとは合流してくる河川のところの上流部を、各河川まあ、門を設置していくと、まあ、そういうふうな形になります。あんまり傾斜が急なところはあんまり貯水する長さが、短いところは、まあ、水車というような形になってきます。まあ、一級河川由良川のあちらに何やら美味しそうな飲食店レストランがあるみたいですが、ちょっとここは踏ん張って前に前進します。いや、ちょっと待ってくださいね。地図的にあちらの道を歩いた方が
大回りにならなくて済みそうですね。まあ、こちらこの橋、まあ、もっと先にまた石井ダムみたいなものを設置するか、河川水門開閉式 の, 金属の板で の, 開閉式を設置するかになってくると思うんですけど、まあ、満水にした時にここの橋に水位が来るぐらいを、まあ、考えればいいと、まあ、そういうふうな形ですね。その水位であれば先ほどのところの、ダムのところまで、届くと思いますので、あと、まあ、こういうふうなところに水車とか設置したいところではありますね。大雨の日とかどれぐらい水が流れてくるのかっていうところもあると思うんですけど、多分そんなにもう水流れてないと思うんです。で、あと出先のところですね、出先にも水車を設置したらいいと思います。ちょっと、まあ、あれこれこういうごまごまとしたことを撮影していくと時間が経過していくという部分もあるんですが、サンダーバードがまた走ってるんですけども、あんなに車両いらないですよ、大体の区間。2両で十分ですね。ガラガラです。サンダーバードをなぜ走らせてるのかちょっともう本当に謎ですね。ちょっともう渡ってきましたので値段見て考えますね。まあ、スポーツの勝ち負けも先ほどマリナーズが負けたんですけども、1点差で延長戦で、まあ、ご飯をまだ食べてないからなのか何なのか、これね、あんまりもうメジャーリーグはそのこと気にしなきゃほしいんですよね。それされると、だいたいメジャーリーグの試合が終わったぐらいにご飯食べなかったら1日4食になるんですよ。日本の時間軸違いますので。で、まあ、河川の撮影来た時に日本のプロ野球界がどういうルールなのか、一応もともとのルールでこちらも動こうとしたりとかしてしまう部分がありますんで、まあ、ちょっと値段まず見てみます。まあ、もともと飲食業界出身のものとして、なんか青野ダムの放流情報か何か書いてるのがありますね。まあ、水位、貯水水位と、限界水位ですね、175メートルということです。で、現在の貯水が 155.72 とメートルで表記されています。まあまあ、飲食業界の人間としてもまあまあ1000円ちょっとお値段いただかなかったら、まあ、なかなかああいうふうな立派なところは難しいという部分あると、まあ、理解はしてるんですが、こちらの財布事情がちょっとその状況を受け入れることができませんので、この歩いて続行で、撮影します。値段で選んでる部分もありますので、その辺ルールをしっかり開示してもらわなかったら僕も対応難しいんです、スポーツの勝ち負けの。あとはあちらの家は廃屋だと思われます。まあ、和地駅の次の駅のところですね。道の駅というところの家です。JR、アセリ駅です。照明付きの立派なグラウンドがあります。ここまで来るのに、30分ほど、和地駅から30分ちょっとほどかかってますので、河川が、次の合流する河川の位置まで行くのに、まああと1時間ぐらいといったところですね。横から流れてきてる向こうの方がちょっと気になりますね。ただ、まあ、その次のところで水満水にしたら水位がどれくらいのところに来るかによって、まあ、水車を設置するかどうかという話になります。まあ今年、まあ、メジャーリーグまだワールドシリーズ優勝したことのない話で、まあ、マリナーズを、応援する部分もあるんですが、今2位にアストロズが来てるんですけども、対戦相手が3位のレンジャーズなんですね。で、今日は言っておきます、明日は、まあまあ、アストロズと試合があって、その時間帯多分寝てるとは思うんですけども、まあ、歩く距離レンジャー部隊並みの、歩く距離であると、もう忘れないうちに先に言っておきます。
まあ、河川を撮影しながら、状況を見ていただいたら、あ、まだかなりの距離歩いてるんだろうなということが、まあ、視聴者の方たちとか理解していただけるかと思います。ちょっとまあ、あの橋の上でだいぶ高いところなので渡ってから撮影したんですけども、まあ、あちらの方の下の方に、JR が通っている、います。で、歩いてるところがあのこうずっと登ってきたところで、河川自体は、なだらかに、下ってるものだと思われます。空を見ていただいたら分かる通り、ほぼ曇りです。で、まあ、ある程度、日中に雨を降らせてですね、今日例えば兵庫県でしたら最高気温、28度止まりというところで、まあ、こちらの思惑通りに、エネルギーの残存量問題から天気の方でも、かなりがっつりした形で対応できてますので、まあ、今日マリナーズさんが負けたのちょっとよくわからないですね。パドレスさんも、私の推してるところのチームが負けてるっていうところが非常に不可解なんですけども、まあ正直本当のこと言うと、まあカブスの鈴木誠也選手などが、まあだいぶ調子よくてですね、まあカブスがこう最近急に勝ち始めてきていると、まあこういう状況下です。まあ、対戦チームうんぬんとかいろいろ勝率うんぬんとかもあると思いますので、まあ私の方も気づいたところは指摘してですね、対応していきたいなと思います。まあ、YouTube のニュースのように菊池雄星投手とか分かりやすく、まだワールドシリーズ優勝してないところとかに行ってくれたら分かりやすいんですけどね。ちょっとその辺のところでも、得点の行き方とかね、まあ、ちょっと、そういうふうなところですね。あんまり、まあ、時間かけると、次の電車逃したら、まだ1時間後になってしまいますので、ちょっとまあできるだけ河川が合流するところまで行きたいんですけども、ちょっと間に合うかどうかわからないですね。正直、状況厳しそうですね。一旦以上です。まあ、非常に節約された神社を発見しましたので、撮影しておきます。こちらは奉納です。間違って神とか呼んでしまったらキングダムの人たちに怒られてしまいそうなので、中国の時代を描いた、神の時代を描いた、まあ、漫画アニメの方です。まあ、もちろん映画制作も私からの提案で行っています。だいぶ前からです。一般的なテレビの報道でもキングダムを取り上げて、放送していた。まあ、からこれもう5年、もう5年以上前からじゃないですか。あちらが、JR です。まあ、ちょっと橋の上にいるんですけども、まあ、そこは段がすぐそこにあるんですが、もっと下の方に、まあ、河川が今向こうにあるのか、まあ、こちらに来ているのかちょっとわからないですね。まあ、あちら農家のお家とかがこう並んでいる、状況です。河川ありました。まだあちらの方です。先ほど撮影していたのはあちらの、鉄橋です。河川はほぼなだらかですね。ほぼ流れがない、ほぼ水面が、平行な状態です。あと両サイドの高さはあんまりないです。あちらが多分旧道だったんだと思います。で、こちらがその先ほど上がったりしていたのは JR の上を越えていかなければならないから、まあアップダウンがあったんだと思います。まあ、河川の底の土砂のかき出しだとか、まあ、まだこの辺りは JR 滝野という焦りの次の駅までまだ来てないんですけども、そのもう一つ向こうの駅まで行くと、合流している河川の、位置になります。で、ちょっと
由良川の日本海まで行こうと思ってますので、多機能に乗ってその河川が合流しているところを、電車の中から撮影するという形になるかもしれません。ちょっと時間的にもう15時回ってます。多機能という駅までで、和地駅に15時32分頃に、発車時刻予定の、豊岡行き、それに間に合わそうと思ったら多機能から乗るしかなさそうです。滝野でもギリギリというところだと思います。多分 あのあちらの道を行くと滝という駅、立木と書いて滝という思うんですが、河川、完全にあのなだらかな状態なんですけど、両サイド、岸壁工事が全然されてない状態です。まあ、水を貯水した時に、まあ、この辺りはもともとが岩盤層だからまあいいかという発想でも、もうこの区間はいいかもしれないですね。ただまあ木はだいぶ水没しますので、それはかなりもったいないので、上流の方で、石井ダム、ミニ石井ダムのようなものができたら、両サイド、そこで水止めている間に両サイドの木を、伐採して、いろいろと、活用してもらったらいいんじゃないかなと思います。深さはあるんですけども、今あちらが今度 JR です。向こうのあの高いところの道路から先ほどあちらの道、あのだいぶ下ってきたところで、まあ、だいぶずっとアップダウンしてるところですね。多分この違う、サンダーバードの数減らした方がいいと思いますよ、本当に。うん、そのも普通列車走らせてあげるか、何か、山の中用の快速電車考えてあげた方がいいと思いますよ。まあ僕はなかなか来ることないと思いますが、本当にそうだと思いますよ。サンダーバード本当に人のほとんど乗ってないですから。昔から不思議だったんですよ。もう正直に言いますよ、本数減らして1両で十分だと思います。それでも立つ人出てこないと思いますよ、夏場のあの海水浴シーズンとかにならないと。滝駅の近くの踏切なんですけども、こちらも多分人も住んでらっしゃらないんじゃないかと思われます。昔ながらの薪を備えているという形ですね。ちょっと待ってくださいね。多分これ渡るんだと思います。滝駅右の方が、いやまあ道がそのまたもあれが滝駅ですね。まあなんとか間に合いそうです。これ右手の方の道だったらびっくりします。あちらのお家家屋ですね。でやっぱり政府の方に見ていただきたいんですけども、まあ、昔からある高速道路ですけども、やっぱり変だと思うでしょ。こんなとこにこんな高速道路を作ってって、信号自体がほとんどないですから、信号待ちさえなかったらそんなにあの到着する時刻あの変わらないと思いますよ。日本海まである程度の距離でいいと思いますよ、高速道路。立木駅に来てるんですけども、今日持ってきたペットボトルなんですけども、この2、4、この5本が、凍らせてるものです。で、これはもう空になってまして、この2つと。で、こちらも空になってます。で、こちらは、冷蔵庫で普通に冷やしていた水です。で、今残ってるのが、まあこういう、まああとちょっと、まあ奥の方もあとちょっと、まあこちらはそこそこ残ってると。まあこういうような状況ですね。まだ中身、凍ってる部分とかはあるんで、夕方までは持ちそうです。ここまで来たら交通費のこともありますので、綾部まで来たら高電車で、来るんですけども、そのまま日本海へ行って西舞鶴まで行って、この KTR 宮津線に乗って師匠で降りて、由良川、もうここまで来ると海日本海ですので、一応この辺りで、物事見た方がいいんじゃないかなと思っています。
まあ、交通費的な部分もありますし、あと、まあ、乗り換え運転とかもあるんで、あんまりご飯のことをこだわれても困りますね、正直。まあ、先ほどの内容は日本プロ野球業界全体ですね。あとはまあ世界までどこまでご飯の件伝わるかですね。だからもう一本逃しは1時間かかったりしますから、今度綾部で乗り換えるときに、この西舞鶴のところも、この間の区間とかは多分あんまり電車ないと思うんです。で、まあ、ここの KTR 宮津線に関しても、とにかく車売れすぎなんですよね。だからあの電車とか、本数が、少なくなってしまったんだと思いますよ。まあ多分さっきやっぱり見たところ、こういうところで降りてももうここがワンでしょう。多分さっきの僕の読みで合ってたと思いますね。西舞鶴からKTR 宮津線に乗って支所で降りて、この辺り一回様子見た方が良さそうですね。一番最下位のところ、でこの間はちょっとあの、まあ、ヒッチハイクできた話別ですけども、まあ由良はこう来てこう行って、まあ、こう来てるんですよ。まもなく山形という駅に到着するんですが、する河川が駅に着く前に、あるはずです。ちょっと霧とかで見えないんですが、先ほどのトンネルでした。もしかしたら通り過ぎた可能性が、あの辺りですね。山は京都公園になっているので、多分あの辺りですね。河川が合流しているのはだと思います。で、けど駅まで来てるからもう少し手前だから向こうかもしれないですね。まあ、多分確認もあの地図の方で、表記しておきます。撮影許可もらってます。まあ、もともと言ってた場所が、ここですね。この合流した河川の、まあ、その奥、山が、まあ、駅よりも奥の方でしたので、まあ、多分先ほどの山と山の間のところを流れてきているんだと思います。まあ、その場所ですね。もうこのまま早部行って、西舞鶴まで行こうかなと思っています。河川なんですけど、水がもうほぼ水平状態です。先ほどのところの地点に作ったあと、まあ本番駅を見て河川しっかりと確認した方が良かったんですが、地下水流ストレートトンネルのその回転扉式河川の出口のところですね、しっかりと排出しそうかどうか確認した方が良さそうです。河川の底の工事も必要になってくるかもしれないです。今西舞鶴に来ているんですが、先ほど あの設置場所なんですけども、山がと言っていましたが、ほぼ水面が平行でしたので、綾部の、綾部市の、この橋のある、こちらの八田川が合流するあたりの方がいいかもしれないです。これ帰り、また、JR に乗って帰ってきてですね、河川沿いを、まあまあ、撮影できたら撮影して、まあ、時刻は時刻ですので、今から裏側のこちらの方ですね、行こうとしてるんです。で、17時37分の電車に乗って、移動します。で、その後、撮影した後また戻ってという形になってくるかと思います。来てみて驚いたんですが、福知山の方にも繋がってるみたいです。豊岡の方に行くと福知山と、まあ私の地図が昔のものですので、
自分が気づいてなかっただけなんですかね。ちょっと待ってくださいね。繋がってたみたいですね、もともと。繋がっ…ちょっと待ってくださいね。裏側だから、こうぐるっと回って繋がってますね。宮津は宮津で河川はあるにはあるんですけども、多分先ほど撮影した河川の、まあ、別の、動画で上げておきますが、ちょっと待ってください、ね、これですね、西舞鶴の伊佐津川、まあ、読み方がこれで正しいかどうかわからないですけども、最初の1問目を設置して、この JR の高架を越えたあたりですね。で、まあ、この一回鉄道に戻ってきた方がやっぱりいいですね、三浦がある場合は。そうじゃなかったらわからないんですね、横にどれぐらい電車が水平を保っているかどうか。まあ、その辺も含めて、また後ほど調査したいと思います。まずは三浦側の、最下流のところに、行きたいと思います。最初市長の予定だったんですが、もう一つ先の駅まで行ってみます。あちらが宮津線の駅です。あちらが、まあ、表札です。次の電車が18時33分ですので、ちょっと時間がないので、急いで撮影したいと思います。由良川がそうです。これは参りましたね。畑ですね。あちらの方からまあ地図上河川が広がっていて、場所としてね、うってつけだなと思ってたんですけども、これかなり広大な、畑ですので、そのもう一つ上の上流の師匠のあたりの方がいいかもしれないですね。次の電車が18時33分。ちょっと待ってくださいね。これ一歩間違えたらね、それ乗り遅れたら1時間ぐらい電車ないんで、西舞鶴から福知山の方へ行く電車も似たり寄ったりですので。こちらの師匠のこの辺りの方がいいかもしれないですね。これ今がここからこういう風に戻っていって師匠行ったとしたら、これ時間、ごめんなさいね、今ちょっと右手の親指を攻撃してくる神がかり的なやつがいて、今離れました。右親指が釣りそうになったりするんですけど、もうそれちゃんとこちらから言ったら、外れますんで、由良川こうなってくると河川の横移動して撮影してみなかった、これどこが畑かわからないか、どういうふうに水を貯めるべきかの話になってきますね。これだけ畑があったら、これはちょっと場所考えなきゃないですね。どうしましょう、もう一回ちょっと歩きますね、もう考えてる暇あったら。あちらは日本海です。で、最初、師匠かなと思ったんですよ。一つ前の駅に戻ろうとしてるんですけど、結構そこ、橋のところから、その、師匠の駅まで2キロぐらいがあるんですね。だから今から橋のところまで歩いて、さらに師匠まで歩いて、これ田舎ってね、駅一区間すごく長いんですよ。で、今こういう風な風景のところなんですけど、残念ながら、宮津線、なんとか、ちょっとごめんなさい、現地の人に申し訳ないです、覚えてなくて、残念ながらガソリン車の電車でした。けど、そこそこ人抜きましたんで、まあ、バスみたいなものですね、信号もないですし、効率はいいと思います。まあ、河川水門開閉式高松線とかで電気が行く届くようになれば、こういうようなところも、電車に変わるでしょうし、まあ、とにかくガソリン車の車上ってですね、それで電車の本数を増やした方がよっぽど効率いいです。エネルギー効率に関してもそうですし、みんなの交通手段ですね。
この青橋のところだと思うんですけども、ちょっと頑張って行ってみますね。これね、またなぜ畑がどこら辺まで来てるかなんですよね。もうその辺でもう畑ないんだったら、もうここはもんでもいいと思うんですよ、本当に。ちょっと全然見えないんで、ちょっとまあいろいろ歩いてみますね。これ多分あの橋のところに行っても海面と同じ高さかもしれないですね。ちょっとまあ橋の上から見てみます。あちらにスピーカーがあって音が流れてます。あれがあるんだったら津波が来た時大丈夫ですね。緊急放送呼びかけができます。訂正します。この橋のもう一つ向こうが、篠宮駅の近くにある橋ですね。こちらもう完全に海なんで、ちょっとここはもうスルーします。現在18時9分なんですけども、やってしまった感がありますね。橋まだ見えないです。向こうの橋に多分18時15分ぐらいに着いてなかったら、横移動で師匠という駅までこれ間に合わない可能性ありますね。あとまあ師匠まで行ったとして、まあ海面の高さじゃないかどうかというところですね。でそれとあと、なぜあの綾部市まで戻って、一回その福知山までなだらかなのかどうか、もしなだらかなんだったら福知山の合流してる竹田川とかのところで、門を作る、もしくは、石井ダムのような形にする、こういったことになってきますので、まあ、一応ポテンシャルはあると思いますよ。海面の高さまで河川の底を、瓦礫で埋めていってと、長年時間をかけて。だけど、まあ、ここだと何年かかるかわからないですね。周りに集合住宅とかはないですから、ほぼ見かけてないです。まずいですね、相当まずいですね。これ多分電車一本乗り過ごして、これ家到着するまでこれかなり時間かかりそうですね。まず河川の方、由良川自体、綾部市のところで一回ちょっと把握してなかったらかなりまずいですね。向こうの方にですね、車が走っています。もしかしてあの橋かもしれないですね。誰も遠いですね。あの青い線状になってるあれが橋です。まあ、もしそれまでに間に橋があったら、その左手の方に歩いていけば師匠という駅なんでしょうけども、かなり遠いですね。あと広大な畑が再び出てきました。あちらが河川なんですけど、ということはなかなか河川の氾濫なんかはないっていうことだと思います。大野ダムの放流を、調整して、うまく、対応していると、こういうことだと思います。あちらの方に、学校が見えます。この方ですね、まあ、係員の方ついていただいて、絶好の鎌田発電の位置ですよ。河川の両サイドの、まあ、枯れ木だとか流木とかも集まるでしょうし、あと背後の山のところ適当に階段とか作っていって、もう倒木なんかいくらでも集まってくると思います。集めれると思いますよ、本当に。でそこの橋を越えてから、まあ、こちらにも山だらけです。先に今歩きながら、今日の正解不正解言っておきますね。阪神タイガースが、16時半ぐらいの頃には、リードしていたと思うんです。で横浜 DeNA さんの方はもう残念ながら巨人に点数差つけられていたと思うんですが、西舞鶴に着いた時に、
まあ、先ほど言ってたそのガソリン車の方の列車ですね、宮津線の方なんですけども、そちらの方への乗り換えすぐにはできるにはできてたんです。でもしそこで乗り換えていたら西舞鶴から、16時37分発の電車に乗って一つ目の支所という駅で降りて、多分あちらの上から撮影していると思います。コンピューターさんちょっとピント合わせてください。で、この辺りもまだ畑なんですよ。だからそのままご飯とか目もくれずに飛び乗って、そこ撮影して、で、西舞鶴に戻っていたら西舞鶴のところの、二級河川等の撮影も終わってると。まあ、高野川という川は撮影できてませんけども、そこも最初の1問目、を、海に近いところに作って、であとは満水にして上流どれぐらいまで行くかを計測して、上流のところでもう一問門を入れて水をせき止めて河川の土砂のかき出しと河川の底を成形すると、コンクリート化を行ってと、それで完成だったわけなんですね。で、大体あの辺りそうです。舞鶴とか西舞鶴とか、ここもそうですけども、奥にずっとなだらかですね。基本的には本当はそうなんだと思います。どちらかというと、神戸の方が結構すぐにこう傾斜がついてっていう、そういう状況のところの方と、まあこういう風なところ、まあ半々ぐらいなんじゃないでしょうか。で、時間的に言うと師匠を撮影して、多分17時台に西舞鶴の駅に戻ってきてると思うんですよ。でそこで、二級河川の撮影を終えて、で西舞鶴から JR の方のその福知山線の方、まず綾部市の方へ行く列車なんですけども、それ乗り継ぎまでの時間がありますから、その間に多分ご飯食べれてると思うんですよ。まあ言える時にしっかりと言っておきたいんですけども、やっぱり巨人が横浜 DeNA さんに4点差か5点差つけてリードした時点で、もうこちらもなんかこうご飯食べなきゃならないのかなになっちゃうんですよ、本当に。で食べたら食べたで阪神タイガース負けてるでしょ。だからルールめちゃくちゃなんですよ。だから後出しじゃんけんをずっとしてるんですよ、きっと巨人って。かそれか撮影で、クイズ要素を取り入れて、今クイズ番組ほとんど見かけないでしょ。クイズ要素イコール卑怯問題の話にもう変わってるんですよ、だいぶ前から。だからこれね、なんか変なルールあるのかもしれないです。河川の撮影行くときぐらい、例えばスポーツのことなんか気にするなだとか、僕軸で物事が動いている以上絶対確認するでしょ。物事は何でも確認が重要とか仕事場で言うわけじゃないですか。で僕もそうだと思うんですよ。でそういう風な部分の影響があると思うんですよ。何かこう忘れていたらそれが原因で、今日失点したんじゃないかだとか、なんとなく思い当たるんですよ。 J リーグの結果とかそういうので物事を 見ますと、向こうの方は今どういう風な試合があってとか、今日は試合があるとかないとか、それまでクイズ要素になってると。で一応 J リーグ今日試合がある程度の試合があるのはちゃんと目通しているんですね。でだから今日全体のところで言うと、やっぱりご飯後で良かったんですよ、最悪の事態を回避するにはきっとだと思いますよ。そしたらいや僕の撮影自体のことも含めてですよ、ペース的にもう綾部市に多分戻れてると思うんですよ。で福知山市まで入ってるかもしれないですね。もしかしたら綾部市で一回降りて撮影できてるかもしれないです、河川の幅とか高さを。それを確認しなかったらどこにそのすごく水平なところが長い間続いていたので、もし水平さがずっと続くんであれば、福知山市のその竹田川と合流してるところに、まあ、ダムが設置という形が正解になってくるんですよ。それで奥行き大野ダムの少し先の、バッチという駅の近くのところまで、水が来る可能性があると満水にした時に。ただ両サイドそれまでの街の状況とか見てみなかったら、ある程度の高さがなかったら河川の両サイドが、満水にしたら溢れるという形になってしまいますので、
だから一回ちょっと本当は綾部市で一回降りたりだとか、まあそこから先はある程度福知山の方に近づいていくと河川が JR から見れますので、まあ JR からの撮影でいいと思うんですけども、まあけどこれ今日の正解難易度高すぎますよ。これおかしい、頑張ってるのに難易度はちょっと高すぎると思います。巨人今も横浜 DeNA さんに1ゲーム差つけてしまったわけじゃないですか。これ巨人の人たちも話聞いてもらった時になんか変やなって思うでしょ。で今日僕ご飯食べたの17時過ぎなんですよ。本当に西舞鶴で降りて、あの二級河川とかを撮影して、でそれから何か飲食店あるかなと水の補給をしたかったので、まあ吉野さんみたいなのが良かったんですけども、自分で水汲んだりするようなところはまあ、あと店員さんに一言言って、組ませてもらっていいですかって言ったら、それを断る店員さんなんかまずいないんですよ。吉野さんでもあのこの間組ませてもらったんですけども、で店探していたら、あの複合施設というよりもスーパーマーケットで、で近くにホットモットがあったから、お弁当を買ってと、で食べてと、まあ、そういう状況だったんです。だから巨人が今日何根拠で勝てたのか全然分かんないんですよ。いやだから僕ルール守ってますし、ご飯食べたか食べてないか、あとシャワーも浴びてないでしょこの時間帯。だからマリナーズが負けたのも正直変だなって思ってるんです。だってその時間帯朝ごはん食べて家出てきてますから、絶対10時過ぎまで食べるわけないんですよ。それまでに食べたら今度1日4食になってしまう可能性がありますから。富士津という表札ですね。大川橋という橋です。これ今もう時刻完全にあの日、あの朝焼けじゃないですよ、夕日の方です。もう本当に暮れ始めてる方ですね。で海の海面の位置ですね、これで今時刻は18時32分で、絶対もう電車間に合わないです。次の電車19時台です。でこれ相当なだらかで、これ一回ちょっと出直しした方が良さそうですね。あの由良川のだからまあ今から師匠の駅まで戻って、師匠駅まで戻って、師匠の駅じゃないです、師匠駅まで戻って、綾部、福知山のあたりの武田川の合流しているところとかを、確認して、その後由良川とはどういう河川なのかというところの、実態ですね。まああのそこから先はもう帰ります。で宮津線の方、豊川の方にも行けたりするみたいなんですけども、そちらの方に、福知山から、乗り継いで、後日、由良川の確認を、しなければならないと、まあ、こういうことですね。京都交通、まあこれね、ないでしょ。17時30分でもう終わりですよ。これも日本海の近くまで今来てるんですよ。これ帰り失敗したらどれだけ危険か、もう皆さん分かるでしょ。水がなくなっただけでどれだけ危険か。まあ大体地図はある程度の地図持ってるんで、大体どれぐらいのところ行ったら絶対ご飯が食べれるかどうかとか、それは絶対ありますんで、スーパーマーケットが全くないっていうことはないので、スーパーマーケットでなぜ食べれるもん、いざとなったら大体どこでも今時お弁当置いてるんで、まあまああとは電子レンジがあるかないかとかだけで、今はもう夏場ですから、そんなに気にする必要はないと、まあこういう風な話になってきます。まあとにもかくにもちょっと戻りますね。橋まで結構遠かったと思うんです。青い橋、一つ目の橋じゃなかったわけじゃないですか。結構な距離歩いてるんですよ本当に。ずっと早歩きで歩いてます。裁判用の書類を首からというか肩から、
ぶら下げて、まあ、たまに首からぶら下げた方が肩は痛くなくなっていいんじゃないかなと、こう位置変えたくなったりする時もあるんですけども、今日の朝なんか最初の方、そうですね、首からぶら下げてました。まあ、それはそれで、まあ、首の筋肉、首が太くなったり、まあ、首に太くなるというよりは首に、まあ、ちょっと筋肉がつく程度ですね。まあまあまあ、撮影行くために首からぶら下げていたら相当首鍛えられるでしょうけど、ちょっとあの急いで駅まで一回戻ります。富士通温泉という温泉がありました。ですので、まあこちらの方に来たら来たで、こちらで、まあ、ご飯食べたりお食事どころとも書いてますので、あのまま飛び乗るの方がすぐに、乗り換えで、他の鉄道に、多分それが正解だったような気がしますね。今、まあ、答え合わせで言いますと、だから必ずしも昼ご飯を夕方に食べても悪くないというルールじゃなかった。もともとホテルマンなんか成り立たないんですよ、飲食業界なんて。忙しい時って昼間が忙しいわけじゃないですか、まあ、夜もそうですけども。だからまあ夕方ぐらいに、まあ、昼ご飯をもともと食べるものですから。僕もともとホテルマンでしたから、あとホテル司というところがあります。まああのビジネスホテルということで、もうあちらの上の方部屋ありますけども、もしかしたら旅館みたいになってるかもしれないですね。わからないですよ。まあ、20人なり30人なりの、宴会場かもしれませんし、まあ、ホテルが隣にあるということは、見た目から行くとこちらの方が先に作られてるような気がします。ということでですね、食事のルールで、やっぱり負けるっていうのはおかしいですね。で、この間の井岡選手のあのボクシングの試合、何でしょうね、負けた理由、見た目で絶対勝ってるんですよ。で、ただ、リング上に関しては、肌の露出の多い女性が4人もいたのが、あれはちょっと問題ですね。あれはダメですよ。硬さがない。で、意図的に負けるべくして負けたのか、何なのか、ちょっとよくわかんないですよ。で、それされたら、あの時の試合だったら横浜 DeNA さんの試合に間に合ってたわけですから、だからこちらとしても、あの横浜 DeNA さんが勝ってる試合だったはずなんですよ、あの井岡選手の試合勝ってたら。だから、もう今日も頭の中の供給とか、それはだいぶいってるはずなんですよ。特に謎なのが、14時までの頭の中は行ってる先ですね。マリナーズの方に行ってたはずなのに、まあ以前大谷翔平選手がエンゼルスにいたから、エンゼルスの方に行って1点入ってるのか、ちょっとよくわかんないですよ。なあ、まあ一応だから今日読売ジャイアンツが勝ってソフトバンクも勝ってたと思うんですけども、今日歩いてる時にまあ近藤選手を思い出したんですよ。でこっちが入るわとか、なんかまあそういう風な内容だったんですけども、すぐにこちらはまあ拒絶するような形だったんですけども、その次思い出したのが、まあまあ正直なところ、もう本当に本音で話しなきゃならないと思うんですけども、エヴァンゲリオンのアニメのシーンで拒絶だとかそういう風な話がいろいろあったじゃないですか。そういうシーンを思い出したりとかしてるんですけども、それでアニメ見てるとか誤作動をコンピューターが見せかけて、巨人とかソフトバンク買ってません、ソフトバンクも IT 系でしょ、コンピューター系、歩いてるところ見たらいいじゃないって。やっぱりつくと言って、今頭の中はだいぶどっか行ってるんですけど、もう聞こえてきた声は長谷川穂積元選手の 声ですね。世界チャンピオンの10回以上防衛したと思いますよ。もうその頃は完全に僕は飛び込んでましたね。弟が同じ事務所、ボクシング事務所を通ったりしてましたんで、まあ、僕は、まあ、通ったらええって、まあ、進めた方ですけど、もともとちょっと待ってくださいね、もうそろそろ駅のはずなんで、ちょっと駅探します。今宮津線の支所駅に向かって歩いてるんですけど、まあ、右手に見えてくるはずなんですけども、出ました、不法投棄の車ですね、放置状態。もう草これだけ生えてるって元だと思いますよ。形式見たらこれも
相当古いですよ。特にこれなんかもうね、どこの国から輸入してきたのか、後ろのナンバーまで完全に他国ですよね。もうよくわかんないですね、本当に。もしかしたらこの周期は違うのかもしれないですね。もうこの辺も完全に、もともとここはそういう風な中古車を取り扱ってたりとかして倒産してて、ありがちなパターン。もうかれこれこれ10台ありますよ、10台以上ね。もうサビサビでしょ、本当にあるでしょ。もう大体でいいでしょ、もう大体でもう20台ぐらい、まあ15台ぐらい、15台か20台ぐらい。まあ僕は河川の撮影とかに気持ちがいってるだけで、気づいてないところで他にも不法投棄の車あるかもしれないですよ。ほったらかし、不法投棄イコール、まあ倒産してほったらかし状態なんでしょうね。多分それだと思いますよ。あちらに支所駅が見えてきました。先ほどまあガソリンスタンドでちょっと道を教えていただいて、それでまあなんとかというところです。まあ先ほどから撮影して気づかれてると思いますけども、かなり田舎の方なんですけども、車だけはすごく通ってると思うんです。で、やっぱり車売りすぎだと思いますよ、本当に。みんな電車バスとエネルギーの残存量問題に向き合う、こういう社会に変えなきゃダメですよ、これは本当に。もう日本中どこでもそうですし、今も世界中どこでもそうだと思います。それとあちら畑なんですけども、その横とかが耕作放棄地ですね。こちらの手前とか、あちらの面積よりももっと多くの面積が耕作放棄地になってしまっています。あとは、あちらの建物の廃屋の可能性がありますね。可能性が高いですね。もうドアのところツタがこう伝ってますので、開け閉めしないからああなるはずであって、本当に車がたくさん通ってます。地図で支所駅という駅を見たときにひらがなで記載されてまして、漢字で見るとこういう感じです。まあ、とにもかくにも、駅の近くまで来て、人心地がつくという形ですね。それでは、駅で電車に乗って移動したいと思います。支所駅、そこを右曲がる前にですね、こちらの建物も完全に多分人が出入りしている建物ですね。いろいろ草とか生えてきてます。で、これなんですよ、駅がすぐ近くにあるのに、建物が放置されているという状況ですね。だから本当はみんな電車バスと本当に全員が全員そうしていたら、電車の本数だとかバスの本数とか増えて、まあこちらもそうなんですけど、こちらも放置だと思いますね。はい、廃屋だと思います。駅のすぐ近くである程度そんなに人がたくさん住んでなくても、まあ、ある程度あちらの方に人住んでいらっしゃいますけども、だけどもまあ駅から近い方がね、便利よくてという、まあもともとあった普通の暮らしが、あちらの方も耕作放棄地でビニールハウスの跡地だと思われますね。もったいないですね。骨組みはまだ残ってるんで、ビニールかけて畑耕したらどうとでもなるはずですので、まあ、中の草とかある程度撤去しなきゃならないですけども。上り、西舞鶴ということで時刻表なんですけども、次、19時46分です。現在時刻、19時8分なんです。帰りもこの時間ですので、ここから、西舞鶴にまず行って、そこから JR で綾部市、福知山市、
氷上郡だったと思います、その次、でそこから笹山さんだという形ですので、ちょっともうまっすぐ帰る方向でも今日は、考えています。まあ、河川の様子を電車の中からまあ外を見て確認ができたらするぐらいにしておかなかったら、ちょっともう何かあったらもう後がなくなってきてますんで、時刻、もうこんな時刻なんか乗ったってもう絶対三田市に到着できなませんから、三田市からこれだけ歩いた後、歩いて帰るのも、かなり、きついです。普通もともと三田市から、田尾寺駅のところまで、歩く人はまずいないです。ちょっと待ってくださいね、歩いた距離ちょっと調べてみます。まあ、早い時から12時くらいで20キロぐらい歩いたりしてるんですけども、まあ、今日は 33.4 キロですね。ちょっと待ってくださいね。一回置きます。で、ピント合わせます。ということです。まあ、ちょっとした乗り違いとか、判断ミスによって、まあ、大きく時刻が狂うということですね。多分あの時16時37分に西舞鶴から河野支所へ来る電車に乗ってだったら、多分17時43分に乗って西舞鶴に戻って、18時ぐらいに多分まあ綾部市方面、まあ福知山線の方へ向かって行く電車 JR の方に乗れてると思うんですね。なちょっとした失敗で、まだもう一度来なければならなかったりだとか、まあ、こういうふうなケースになってしまうんだと思います。ただ、今のうちに、まあ、だいぶ時間まだまだありますので、30分以上、まあ、こんなところで30分間を一体何をするんだという本音が見ていて、皆さん思ってらっしゃるかと思いますが、ちょっと地図取り出して今までの内容、整理整頓しますね。まず支所駅というところがここで、先ほど、まあ、この北の方のところを歩いて河川を撮影していましたね。大川橋に出たと。でこちらの方はまだ一切撮影してないんです。で、こちらの方は由良川の上流の方にやってくるんですけども、この福知山市というところのこの、このこれですね、丹波武田と書かれているこちらの河川が、武田川で、こちらの河川に合流しているこの河川が今日撮影していた、大野ダムだとか、そういうところなんです。でここは綾部市で、今こちらの方に西舞鶴市があって、ギリギリ見えますねこのマップで、まあ、こちらの方からこういうふうに、戻ってきてで、帰ると。だから巨人がリードした理由がもしかしたら、分からないですよ、分からないですけども、この KTR 宮津線っていうものの説明でこれよく見たらつながってたんですね。西舞鶴の駅で気がついたんですけども、だからこれで一応由良川のある程度の地域まではまあ行けると、この大江っていうところですね。なテレビに出てる人たちとかでもその大江真理子というアナウンサーがいますけども、例えばオリンピックでも船木という選手が昔スキージャンプで金メダル、団体で取りましたけども、最後船木選手のジャンプで船木ダムというダムがあったり、もともとそういうところなんですよ。いっぱいいろんなところでいろんな河川の名前だとか地名だとか、橋の名前だとかで、テレビに出てる人間で一致してる人すごく多いんですよ。もともとがそうだったんですよ。もうだいぶ前からいなくなってますけども、昔の古舘一郎さんの頃の報道ステーションの市川博子というアナウンサー、市川という河川が、姫路市の方にあると、もう大体もうそうですよ。もう僕は小学生の頃から言ってたことですから、これがだからまあこれで話の整合性みんな分かってきたと思うんですよ。今は死んだことになってる人で本当にお亡くなりかもしれませんけども、元衆院議長の、
鴻池さん、それがいつの間にか倫理審査委員会で、高知会ということになってますけども、鴻池さんのことだと思いますよ。尼崎出身の人なんです。兵庫県の尼崎出身の人で、衆議院議長になった人で、もともと小学校の、僕は小学校の頃東山高校に来てるんですよ、僕の自宅に604に。その頃議員だったかどうかは分からないんですけども、僕は小学生の頃ですから今から35年ぐらい前ですね。35年どころか38年9年、それ39年ということはないですかね。まあかなり昔ですね。まあとにもかくにも帰り西舞鶴の方を通りながら、まあこちらですね、この辺、福知山線で一回まあここの駅で、乗り換えてこう来ると思うんですね。このままのまっすぐ行くと、豊岡の方に行くんですけど、兵庫県の北の方にある豊岡という市があるんですが、まあこちらの方ですね、まあ、もっと、西の方へ行って、まあ、西の方へ行くと朝越しがありまして、まあローマ字でこう表記してもらわなかった。今日はここの僕は見間違えてただけですね。立木というか名前でして、立木という名前で会ってましたよ。滝っていう名前かと思いまして、ちょっとね、あとこれは今日僕が撮影していて、高速道路こんなものを、まあ昔からあるものだったと思いますけどもって言ってましたけども、この地図でもはっきり分かりました。別の道路と勘違いしました。これもともとなかったところで、この地図を買った時まだ作ってる最初のところの道路だったんですよ。だからずっと少子化が続いてるのに、なぜエネルギーの残存量問題があるのに道路作ってたんですの高速道路だったんですよ。やっぱり車の台数少なかったでしょ。あれ、あの先はどうなってるかって言ったらここなんですよ。ちょっと待ってくださいね。先ほどの点々の続きみたいなのがどこかで確認しましたんで、22これで合ってたと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。もう一回見直しますね。高速道路もこれで合ってたんですよ。舞鶴若狭自動車道、舞鶴の方に行くで、先ほどの JR とか見てもらったら分かると思うんですけども、ガラガラで1時間に1本だけですから、物流するんだったら電車で輸送したらいいんですよ。貨物列車で、冷凍車とか冷蔵庫がついてるものでですよね。どう考えてもその方が効率いいですよね。先ほどの道路がこの辺りですね。ちょっと待ってください。この辺りをこう通ってるで、船井郡っていう、これ京都市なんですけども、こんなところに通してもあんまりここ人いないんですよ。で多分ここの道路とつなげてますね、京都縦貫自動車道、ここと多分つなげたんだと思います。いらないことをずっとしてたっていうことなんですよ。それだと鉄道引いた方がいいじゃないですか、みんな電車バスの方で。ここはもし鉄道だったらどう思います？でこのまま笹山まで繋いでたらどうします？こっち左行ったら笹山なんですよね、笹山市でしょ、この道なんですよ。この辺も行ったことあるか知ってるんですよ、何回か。ね、時が止まるでしょ。だから政府の上層部の人たちが自分たちの仕事をエネルギーの残存量問題を軸にして考えたことが多いですから、こういう今日を招いてきたと。でここ数年前から淡井圭介がそういうことを前面に押し出して、まあ、ある程度の口調、文句とかも多分やっぱり言わなきゃならないんだと思いますよ、ある程度の口調で。だからこそ強く勇めることによって、
理解が生まれるんだと思いますよ。あ、こんなことしたら叱られるんだっていう部分が国会議員の人たちとかも持っておかなければならないと、こういうことだったと思うんです。だから少子化自体が約50年間続いてますから、もう道路なんか作る必要ないのに、高槻駅の近くですね、大阪府の名神高速とつなげようとしてる、まさにね、名神であるみたいな形に自動車を崇めてと、迷う方の名神で、高速道路って橋脚があって、その上に、道路がありますけど、あれ中鉄板入ってるんですよ。だ倒れることあっても、阪神・淡路大震災では倒れてたと思うんですけども、あれ本当に倒れてるんです、 Y 字で。でもう一回作り直した時に、2本の橋脚で作るのかなと思ったら、もう一回 Y 字で作り直していて、阪神・淡路大震災の被災者である淡井圭介を、何度も怒らせるという処遇を国は行ってきてるんですけども、考え方が根本的に間違えてるんですよ。古くなったら橋脚だけを取り替えたらいいんですよ。上の高速道路には鉄板が入ってますから、これ何回も説明してるんですよ。だけども、道路のプロの人たちはさすがに分かってると思うんですよ、作り手の人たちは。なお政府の方からなんかこんな指示が来てるしみたいな形になってるんだと思いますよ。だから橋脚が古くなってきたら、その隣に、すぐ隣ですよ、すぐ隣に橋脚作ったらいいんです。で、本当にボロボロになってきた、だから日本で支えていた方がいいじゃないですか。最初の方の橋脚の方が絶対ボロボロになってきて、これはもう本当にダメだなっていう時になったら、その一本の橋脚を後に作った丈夫な橋脚を残しておいて解体したらいいんですよ。答え簡単でしょ、もうだいぶ前から言ってますよ。これ高島彩ルート宛てに送った SD カードでも言ってるんですよ、2011年以降も。あ、長い時なんかもう4時間僕何も見ないで喋りっぱなしですよ。あれも違います、これも違いますっていうことで、ああした方がいい、こうした方がいいって。で、僕もテレビのニュースに騙された方ですよ。ミッシングリングっていうことを言い始めたんですよ、テレビ出てる人が。それって有名なことなんですよ。だから淡井圭介の結婚問題とか、他にもテレビ出てる人たちも結婚できなくなった話だとか、その辺のことで、もう今更こんなに何十人も、結婚できなくなった人たちの話持ってこられてもっていうのを、頑張って解決しようと思って遠回しに言ってみたんだと思いますよ。それだと普通に僕の家来て話したらよかったんですよ、きっと。そのミッシングリングのことをミッシングリンクとか言い始めて、高速道路をつなぎ始めたんですよ。多分それ昔もそれしてると思うんですよ。だから今から20年前だとか、25年ぐらい前だとか、もしかしたら26年前だとか。だから僕がどこかのメーカーさんか何か忘れましたけども、何らかの件で結婚指輪の指輪、そんなにお金に困ってるんだったらこっちで用意するわっていうことで、結婚指輪の、婚約指輪ですね、婚約指輪をなんか、これ渡したらええからとか、なんかそんな話もあったと思うんですよ。でいつの間にかそれがテレビ局の方に行ってるという。なぜかテレビ局が回収していたというような話だったと思うんですよ。わからないですよ。もともと、宝石屋さんも昔から閉店していってる方で、合併とかで、百貨店を合併するのと同じで、もともとスーパーマーケットもそうですけども、出店者は合併して、出店者は合併しての繰り返しで、数が減っていってるんですね。で、少子化はずっと続いてますから、絶対そうなんですよ。企業合併をずっと繰り返していくしかないんですよ。で、新しい出店なんかもう何も考えなくていいんです。商業原理が絶対ありますから。父さんはもう長年、僕と同じぐらい、今年で47歳なんですけども、淡井圭介という存在は、僕と同じぐらいの年齢の人だったら、今まで街中でいろんな店が倒産して、店が店舗が変わってるところをいっぱい見かけていると思うんです。それが世の中の現実なんですよ。何出してももう手遅れなんです。人口はずっと減りっぱなしですから。だから
潰れたその宝石店だったのか、まあ何なのかはよくわからないですけども、まあそういうふうな話とかもありましたけども、その件も結局もうよくわからないままですね。代わりに高速道路をあちこちで作っていたという、このもうこれ政府ももうこれ全ての県が表に出た、もう世界中がびっくりすると思いますよ。連日ずっと僕が系のニュースで多分1年間ずっと新聞の一面が飾られるような状況になると思うんですよ。いろんな意味です。僕は良い行為を行って、それに政府は協力して、まあ、例えば、北朝鮮の金正恩さんと、ムン・ジェイン大統領が、韓国のムン・ジェイン大統領が、首脳会談してたとか、それは僕は水面下で提案したもので、安倍政権の時に安倍晋三さんが協力してくれて、あと他の自民党の、心よい人たちとか、立憲民主党の人たちとかも協力してくれましたよ、いろんな党の人たちが。さすがにそういう大きい話は。もちろん、アメリカの方にちょっと間入ってもらえませんかということで、まあ、トランプ大統領は、まあ、共和党で協力してくれましたと。まあ、アメリカはアメリカで国内初の大統領オバマさん、まあ、それも淡い形成関係だったんですけども、そういう大きな話がありましたから、まあ、もともとその僕は言ってたのが一番、手に負えない件が、世界ナンバーワンと長年言われていたアメリカが分裂した時に、これ誰がそんな大きな喧嘩を収めれるんですかっていう話なんですね。アメリカの分裂がすごく怖かったりするんですよ。だからある意味中国とかロシアってこう一党独裁みたいな言い方されるじゃないですか。とりあえず一番上が安定しておいてもらった方が、内紛をずっと繰り返されるよりも絶対いいんですよ。もうだからみんなちょっとした勘違いとかで上の方にすごいストレスとかをためたりしてますけども、日本でも一月15万円の年金の支給までたどり着いてる男性ですら 50% くらいなんですよ。女性で3割しかいないんですよ。もともと昔から仕事があんまりないし、そんなにお金持ちになれないんです、なれないんですけども、余計な建設業界の人たちに税金をたくさんつぎ込まれて、まあ、万博にしてもそうですし、オリンピックにしてもそうですし、もともと会場いっぱいあったんですよ。総合運動公園化を日本中で してしまった後ですから、他の都道府県とかと一緒にしたらよかったんですよ、もともとあるところで。そしたら余分に作る必要なかったんですよ。国立競技場だけで、1500億円使ってたわけじゃないですか。土地代込みたら本当にしますよ。だから総額で9600億円以上使ってましたけども、多分その金額で河川水門開閉式玉発電作ったら、ほとんどの日本中で、日本中の河川で河川水門開閉式玉発電作れてますね。ね、していい仕事と悪い仕事の区別ついてないんですよ。エネルギーの残存の問題をまず教えなきゃなんないんですよ、学生の頃から全員に。全社会人にもそうですし、そのために経団連とかあるんですから、議員がいて、行政の人たちがいて、国家公務員の人たちがいて、公務員の人たちがいて、大企業の人たちが率先して、国家公務員や公務員や大企業の人たちが率先して、そういうことを教えなきゃならないんですよ。あと学校の先生が。一応教えてくれてるはずなんですよ、学校の先生みんな。学校教育で。だけど、社会にいてからみんな忘れてしまうんですよ。みんな自分の仕事の人だけの人になってしまって。それなんですよね。なおもう強硬策で世界中でガソリン車の生産を停止しなければならないっていう強硬策に打って出るしかもう方法はないんですよ。でそれでいいんですよ、完全に。どう考えてもエネルギーの残存量を考えますと、ガスが残り技術的採掘可能埋蔵量もう49年まで来ましたよ。昔はもっとありましたよ、40年前とか。ガンダムの生みの親富野さんが現役でね、すごく頑張ってた頃なんて、石油なんか技術的採掘可能埋蔵量80年って言われてたんですよ。今もう残り54年分ですよ、2022年のデータで。僕は20歳ぐらいの頃で69年分で、2011年のデータで59年分だったんですよ。ずっと先々まで掘っていくもん想定してですよ。もうないものはないですよって、安倍晋三さんが日本で一番な人気がなかった総理じゃないですか。僕の家の方には安倍晋三さんがもう泣きながら、ないものはないんですよって言いながら、涙を流している、そういう映像が僕の家には回ってきています。これは本当の話です。
もう全人類もお前はいつなんかないんですよ。車なんかいらない、電車バス徒歩だった、ああ自分も勘違いしましたね、全員それでいいんですよ。あとは資源の採掘とか地震が発生している可能性が非常に高いので、年間、石油とかガス、石炭、ウラン鉱、あと金属類とかの採掘、あとそれにくっついてくる岩石とか全部含みますと、大体200億トン分ぐらいの空洞が毎年出来上がってます。それ地震発生しますよ。子供でも分かることですよ。だからそれで訴訟になったら困る人たちとか、まあ、一部はそれが原因ですし、もう一部は河川の底から水が抜けていっているのが、大きな要因です。河川の大体3分の2ぐらいの水が下流では上流から流れてきた量の3分の2ぐらいは地面の中に染み込んでいってなくなってしまってるんですよ。僕は撮影している動画とか見ていたら気がつきますよ。何回も僕は言ってますから、河川の底をコンクリートか、河川の底をコンクリートか、これも絶対必要ですねって見ていて分かると思うんですが、と、まあ、少ないところで半分ぐらいですね、消失している量が。それだけ地面の中染み込んでいってるっていうことは相当、まあ、砂地なのか、もう亀裂が大量に地面の中まで走っていて空洞化が進んでいってるっていうことですよ。だからそういうことをしっかりと勉強して、どのような仕事をするべきかっていうことをみんなで考えて、もう結果、もう答え今もう僕は言ってるんだから、その通りするしかないんですよ。解決方法はホームページ淡井圭介の履歴の58番ですよ。もうその通りするしかないんです。選択肢がもうそれだけなんですよ。あともう迷わなかったらいいんです。以上です。本日も長々とご清聴ありがとうございました。まあ、まだもしかしたらどっかで撮影するかもしれませんけども、まあ、とにもかくにも今日はまっすぐ帰ろうと思ってます。以上です。まあ、まだ電車が来るので撮影しておきますけども、先ほど時刻表があって、まあ、喋ってたところがこちらの部屋なんですけども、窓を閉め切っていてエアコンなんかないんですよ。まあ自分で開けたらいいぐらいの形で、まあこういう完全に部屋の中で、まあとりあえずお手洗いはあるということで、まあまあもうこんなものですよ世の中。本当は車なんか売ってる場合じゃないですよ本当に。篠宮という、先ほど降りて、まあ、結局、師匠というところの駅に戻ってきたんですけど、篠宮という名前も、まあ、化け物語で、何か似た名前の、金髪の男性のキャラクターがいましたが、まあ、化け物語自体も、曲の方なんですけども歌詞は身に覚えがあります。星を見に行こうってウルトラパークのことですね。だいぶ山の中ですので、まあ空がよく晴れた時なんかは、夜、星が、すごくよく、はっきり見えます。まあさすがに星座の世界まではなかなか覚えることできないんですけども、まあああいうふうな歌詞の内容のようなことが、フルツラパークで昔ありまして、で、まあ、まあ化け物語という物語のそのストーリーとかは、どういうふうな話でああいうふうになったのかは知らないですけども、まあ名前が作者の人は西尾維新だとか、まあ、西尾ゆかりアナウンサーというものは昔いましたけども、まあまあそういうふうなところから、まあ隣で、一緒にズームインという番組を行っていた羽鳥慎一さんもだんだん半信半疑になって、これ西尾さんが書いてるんですかとか、まあ先に小説の方で、化け物語って書かれてたんですけども、まあ番組中に聞いてたんですよ。いやいや私じゃないですよとか言ってたんですけども、多分ただ歌詞とかを見る限り、まあ我々の県でいろいろあったことを知ってる人たちとかが、まあああいう風な話をだいぶいろんな別の話とかくっつけて、まあああいう風な作品が出来上がってるのは出来上がってるんだと思います。いろいろ聞かれたことを思い出しましたから、でまあ多分篠宮まで行っても無駄で、まあ、師匠も無駄っていうことを多分誰かは一応この河川見に来てると思うんですよ。でまあ、順番に JR から順番に上流から撮影した方が
いいんじゃなかったかという話に、まあなってたのかもしれないですね。まあ こればっかりはもう僕の話で本当にいろんな業界まで多数広まっているので、これはちょっとね、全てが全て、まあなんか東雲っていう文字を見た時に東雲、まあこの感じ自体は別にこう何かこう悪い気はしないんですよ。特に僕夏生まれですから雲があった方が涼しいわけじゃないですか。今日なんか兵庫県の最、まあ神戸市かもしれませんけども、最高気温28度ということで、まあ全然クーラーなんかいらないんですよ。だけどまあ今日は僕は歩いてるからもう汗でもうびっちりですよ。先ほども少し前に撮影しましたペットボトルの数、ご覧になっていただいたと思うんですけども、もうあれも全部空になってます。途中で、買った、お茶ももう残り半分ぐらいになってます。もうとにもかくにも夏場なんてもう5リットルぐらい、飲みますね、まず間違いなく。もともとは持ってきてるペットボトル自体がですね、ちょっと待ってください。大きなペットボトルって野菜ジュースのペットボトルなんですよ。1リットル以上入ってたかもしれないですね。今度ラベルがついてるもの、別に野菜ジュース買わなくてもラベルスーパーマーケットで見て、もともと1リットルなのか 1.5 リットルなのか、まあそういうのを確認して、まあ上はこれ多いお茶のペットボトルなんですけども、まあキャップですね。まあまあとんでもない数、まあこれは先ほど購入したお茶でまだ残っていて、これもまあ大きめのペットボトルですね。700ミリリットルか800ミリリットルですね。であとこれと、これは多分350ですね。であとこちら、これはもともとスコールっていうジュースの、ペットボトルなんですけども、もう何年前に飲んだものかもう分かんないですね。だからこれこっちの方が1リットル止まりじゃなかったとしたとしても、やっぱり多分1リットル、まあまあ大体1日で5リットルぐらい、その飲食店とか入ってガブ飲みとかしたりしてましたからね、今までのところ。吉野家さんとかでもそうですけども、こういうのに結局給水させてもらって、だからかなり持ってこないと危険です。撮影許可はいただいています。19時47分はもうありません。次20時58分ということですね。これ本当に早く帰らなかったら本当に後がなくなってきますね。3番線こちらですね。だから正解はあのまま電車に飛び乗って師匠行くなりして確認して海面のところまで来ていると、でそれですぐ引き返してきていれば多分まあ18時台の電車に乗って帰れていた可能性がありますね。これ今から ほとんど1時間ぐらいですよ。正直けどこれは乗り継ぎのタイミングとか正直ちょっと考え物といえば考え物ですね。でこの赤いところは特急舞鶴ということで、全車指定席で特急券が必要ですという、まあ、いわゆるサンダーバードと呼ばれている乗り物だと思われます。これが現実なんですよ。みんな電車バスともに切り替えなかったらということですね。車が売れてしまったがゆえにこういう風な社会になってしまった。
まあ、こちらは東舞鶴、まだ、まあ、日本海の方へ行って、その後、福井県の方へ行く列車の方なんですけども、まあ、こちらの方も14時台なんかないんですよ。ここでこれね、今日もうだんだん24時58分の電車ですから、綾部市に着いてる頃にはもう21時台にはなってると思うんですね。で、近くの枠ワンマン列車、行き先は多分福知山までは行けるような気はするんですけども、まあ次そこの乗り換えがどれぐらいなのかとか、まあそういうふうなところですね。あとは笹山までなのか三田まで行くのかによって帰れる時間がだいぶ変わってくると思う。もう特にもうこれ最終列車ですけども、もうこの時点でもかなり危なくなってきてますね、家帰るのは。田舎の方の駅はそうなんですけども、先ほどみたいに入場もパネル押してるんですけども、また外出てきてもらって全然大丈夫ということです。駅員さんにも聞いたことが昔あったと思いますので、これ今どういう状況かって言いますと、飲み物、あ、よかった、140円で 600ml も入ってる麦茶があると思ったんですよ。そしたらもう財布の中が千円札がなくてですね、で小銭もないんですよ。まあ、一応財布の中開けますけども、小銭がなくてですね、買えないんですよ。でどこか行ってちょっとお金崩すか何か、まあどこかでショッピングモールみたいなのを見かけましたので、一回ちょっとそちらまで行って、まあ何か、まあけど田舎の方ですからね、終わるの早そうな気がしますね。ちょっと急いでみますね。西口で、向こうですね、東口なんですね。ちょっと行ってみます。先ほどの続きですけども、スーパーマーケット行って、この大きなペットボトルの麦茶、138円税込みで、買いました。それとあと次の日の朝食のパンですね、家になかったので、購入しておいて、帰るという途中で、海外の方で、まあ、高槻駅に、大阪府の高槻駅に、行きたいという方がいらっしゃいましたので、まあ、やっぱり地図見せながらの案内ですね。それが一番わかりやすかったみたいですね。翻訳機で翻訳されていましたけども、やっぱり翻訳機能をしっかり翻訳しないですね。西舞鶴駅ですが、あと15分ほどで、電車が来ます。撮影許可をいただいています。先ほど買った2リットルのお茶がもうこういう状態です。もう1リットルぐらい飲みます。だいぶ汗を流してます。やっと汗を流すという言葉に変わってきました。今、西舞鶴駅なんですけども、まあ、高槻の駅に行きたいという海外の方のために、文字を書いて、まあ、持っていただくと。私の方は綾部市からは福知山線の方へ行って、三田駅の方に帰りますので、まあ、できるだけのことをしてあげようと、まあ、こういうことです。だこれ見てもらったら、京都で大阪の間に、高槻。Thank you so much。現在ですね、伊佐というところの駅に先ほど泊まりまして、次、福知山なんですが、まあ、ここの河川、撮影できた撮影資料を持っています。先ほど海外の方、一つ前の綾部駅の一つ手前の淵垣駅で停車したときにですね、車内の皆さんに、大きな声で、すいません、京都行きの方いらっしゃいませんかと、海外の方で日本語が、話せない方、誰か京都駅、高槻駅まで、まあ、京都駅でだいぶ手こずるでしょうから、大阪で行き高槻で泊まるところを、案内してもらえませんかと、まあ、そういうことを、大きな声で、言いましたところ、
まあ、最初はあの誰からも返答なかったんですよ。で、まあ、乗ってる人だと、まあ、こういう状態で、数が あんまりいらっしゃらなくて、全員でまあ10人ぐらいでしたので、ああ、無理かと思ってたんですけども、こちらの隣に座ってた、まあ、女性の方が、まあ、滋賀県の方に行くということで、京都駅に行きますということで、そちらの方に京都駅で、ちょっとあの高槻駅の乗り行きの、まあ、大阪行きの乗り場ですね、案内してもらえませんかということで、綾部駅で、一緒に行ってもらって、京都駅への案内、案内していただけるということで、まあ、本屋から、物事が進みました。まあ、翻訳機が全然、しっかり翻訳できてませんので、やっぱりああいうものを見たいですね、どこの国の翻訳機も。まあ、なかなか世の中難しいですね。まあ、僕はこの河川の位置を、まあ、できるだけ、電車が通り過ぎるときに撮影して、僕もあのもう時間がもうだいぶ時間ですので、打ち合わせで、三大駅の、電車乗り換えなかった。壁がありますね。ちょっと一旦地図閉まって、乗り遅れるわけにはいきませんので。先ほど海外の方、綾部駅で、引率していただいたときに、まあ、海外の方へ笑顔で一言だけ英語を絶対通用するものを、お言葉を送りました。笑顔でグッバイと、まあ、あちらの方も、笑顔で、まあ、帰っていかれました。まあ、あとはこちら笹山口行き21時57分に乗って、まあ、笹山口まで行ってというところだと思いますね。そこから先、まあ、快速か何かがあればというところですね。なんかまあ帰宅するのはかなり遅くなりますね。ここの駅を福知山を出発するのは約まあ22時ぐらいです。で、あとはまあもうここ福知山線なんですけども、笹山口行きなんですが、エスカレーターでしか登ってこれないです。で、下りもとにかく乗り継ぎ急ごうと思いまして、まあ、まだだいぶ時間結局はあったんですけども、エスカレーターで降りてしまいました。そのエスカレータールールもちょっと考え物ですね。あまりこだわりすぎてもちょっと無理あると思います。もうこれ絶対乗らなきゃ向こうにないんで、まあ、まあちょっといろいろ帰りながら、いろんなことを検証したいと思います。それと思い出しましたけども、カルビーの話ですけども、その子供の頃の話ですけども、ゴルバチョフ大統領という方が昔ソビエト連邦にいらっしゃってですね、あだ名がついたあだ名がゴルビーなんですよ。ソビエト崩壊した直後だったかもしれませんけども、ロシアの大統領だったかもしれませんけども、その友好関係、すごく大事にされてた方で、そのゴルビーというあだ名、日本の記者の方とか日本の放送でそういうふうにゴルビーというあだ名を使用させていただくっていうことを、まあ、許していただいて、で、まあ、まあその頃から日本とロシアは本当に本格的に表立って仲良くなったんだと思いますよ。まあ、旧ソビエトなんですが。だからカルビーとゴルビーさんの話があるのに、ゴルバチョフさんとの話があるのに、ポテトチップス食べただけで今までロッテに得点が偏って楽天が勝てなかったんですかっていう、変でしょ。全部やっぱり得点返してもらわなかった。勝ち星勝ちプラスマイナスの方で、プラスの方ですよ。どう考えても話の大きさでこっちの方が絶対勝ちですよ。まだなんか思い出すかもしれないですね。
重要なこと、去年も確か言ってたと思いますよ。 なぜ固定してくれないのかということですね。